ちょっといいお肉買いました。じゃじゃーん。今日はねぶりなカベルネソーヴィニヨン、そしてステーキー、イエーイ。で、このネブリナのワインなんですけど、以前にも飲んだことがあって、おにっちさんからいただいたワインです。ちょっとこれ家でね、いっぱい飲みすぎてもう全然なくなっちゃった本当に美味しいワインです。今日はね、ステーキと合わせてみたいと思います。ということで、まず乾杯していきましょう。せーので、3、はい、いただきまっちょ。乾杯。チーン。うん、美味しい。やっぱワインセラーに入れるといい温度になるから、すごい飲みやすくなるわ。いただきます。ベア、いただきます。うん、めちゃめちゃ合う。このサラダは初めてオイシックスを頼んだ、その初回でついてきたサラダです。うん、美味しい。サラダにもすごい合う。このカベルネソーヴィニヨンやねんけど、すごいお肉とかステーキとかにも合うらしくて、で、今回ステーキと合わせました。手軽に飲めるワインとして作られたそうです。ネブリナシリーズのカベルネっていうねって。ネブリナシリーズって他にもなんかあんのかな。ネブリナシリーズ、ネブリナとはって調べてんけど、ネブリナっていうのはスペイン語で霧という意味やねんって。すげえ。このワインの産地で発生する深い霧が、エビ、ブドウのことやねんけど、エビの生育に良い効果をもたらしていることから名付けられたって。まあちょっと細かいことはこちらのテロップでぜひ皆さん楽しんでください。それでは私はお食事をいただきます。うん。美味しいわ。私、つゆよ。つゆちゃんと呼んで。おいしい。ワインセラーを購入してんけど、この前6月21日、22日に Amazon のなんかセールみたいなのをやってたんやけど、その時に約1万円ぐらいでワインセラーが売ってたんで、これぞという気にワインセラーを買いました。なんかワインセラーを買ってからワインがより美味しく楽しめるようになりました。うん。そしてリスナーさんからオイシックスがすごいいいよって教えてくれて、オイシックスを初回購入みたいなんで頼んでみました。ほんなら、なんかプリンついてきてんけど、私プリンあんまり食べへんくて、でもなんか生理前でなんか甘いもんが食べたくて久しぶりにプリン食べてみようと思ってプリン食べてんや。めっちゃうまかってんけど、私オイシックスのプリン食べれた。プリンあんま食べなかった私がプリンマジ美味しいと感じてん。すごくない？マジなんかカスタードみたいやった。ほんまに美味しかった。私プリン食べれるようになったかもしれへん。成長成長。しかしこれは成長ではありません。舌
下の廊下と人は言うのであった。誰が廊下や。でもなんかすごい料理も健康食みたいなんでいいと思った。いや美味しい、本当に美味しい。これが安いワインとは本当に思えないです。あら美味しいわ。私あんまりなんかステーキとかって家で食べへんねんけど、ワインと一緒にお肉を合わせたいなっていう風になってお肉とかを買うようになりました。もともとステーキ、お肉は好きで、肉は好きで、けどステーキとかサイコロステーキとかワインと一緒に合わせるために買うようになりました。あくまで肉がメインではありません。私の場合はお酒がワインです。あ、お酒がメインです。お酒がワインですは意味わからない。ちょっと今回塩コショウで味付けしてるけど、焼肉のタレ入れてみるわ。ちょんと乗せていただきます。うん、うまー、焼肉のタレ合うわ。これポテトをマクドのバーベキューソースにつけて飲むとまだ美味しいかもしれへん。見つけてしまった。うまー。最後の一口いただきます。あー、焼肉のタレとかやっぱバーベキューソースとかってすごい合うね。これ、まあ、結構ねこれなほんまに何でも合わせやすいと思う。私的まずぜひみんなも飲んでみてください。いやでもお肉との相性は抜群やったわ。こらーすごい、ありがとうございます。ということで、せーので3、はい、ごちそうさまでした。じゃんじゃん、おいしかったよー。ほなバイバーイ。やっぱお酒の時間って大事やと思った。うん、まあまあいいじゃん、一緒にいけるな。あ、おいほなみんなしっかりご飯食べろよ。バイバイ。